私たちが好きだったことは、宮本明の小説。小説新潮1992年9月号から1995年8月号まで、各月連載1995年11月に新潮社より刊行された。松岡常治監督、岸谷五郎主演で映画化され、東映配給で1997年9月6日に公開されている。 工業デザイナーを目指す北尾義は、ある日、倍率76倍の超人気の高層高段マンションにあたり、大学時代からの親友、佐竹千一に曲がりを指導をすることになった。その祝いに、バーに行ったら、愛子と洋子という、見知らぬ二人と隣の席になり意気投合した。翌日、義とロバが目を覚ますと、昨日の夜に会った。 柴田愛子と小木の洋子が荷物を抱えて二人のマンションに引っ越して来た。二人の話では、吉とロバが二人にマンションへ引っ越して来てもよいと了解を取ったという。ひょんなことから男女四人という奇妙な共同生活をはじめ友情から愛情へと変わる。四人にはそれぞれ小さくても心に根深い問題があるが、この共同生活により励まし、支え合い、困難に乗り越えていった。 しかし、多種多様な困難を乗り越えていく中で、人生は、試練と教訓の積み重ねでこの4人の楽しい生活と関係を維持させてはくれなかった。それぞれが、最後には旅立ち、無償の愛と友情が、思い出として残った。宮本明の小説の映画化を、岸谷五郎が企画し、主演も務め、1997年9月6日に、東映配給で公開された。 映画では、4人が知り合った、貧乏な男女を支援したり、ロバが海外で撮影をしていた時に、現地ガイドが止めるにもかかわらず、険しい山奥へ入っていったため、生死に関わる、大怪我をしてしまい、そのまま日本に帰国して、救急車で病院に運ばれ、病院から通報を受けた警察から、怪我をした経緯について、取り調べを受ける話をカットするなど、小説とは違い。 4人の恋愛事情にスポットを当てた内容、コンセプトになっている。ありがとうございます。